日本酒の酸味が苦手なんですが、おすすめありますか？じゃあできますね。三室杉純米大吟醸、こちら紹介したいと思います。まあ実際こう、 うちの店の棚をこう見ると、まあ、酸が低いお酒って、まあ、ほとんどないんですね。というのが割とこう、まあ、トレンドっていうわけじゃないんですけど、やっぱりこう食と日本酒を楽しむっていうシチュエーションの中で、まあ、今例えば仮に和食でもそういう洋のエッセンスが入ったりとか、まあ、家庭だともちろんその、ね、純和食っていうことはなくて、そこに中華の要因が入ったり、そういうイタリアのエッセンスが入ったりとかね、まあ、そういうこう様々な、まあ、油分だったり、まあ、果物だったり、まあ、ハーブだったりね、まあ、いろんなその元々の和食以外の要素が食卓だったり、飲食店さんのこうカウンターの中で増えてきた中で、どうしても酸味を切っては切れない、まあ、存在になってきたわけですよね。だから本当にこう純粋な和食に対して酸の低いお酒をゆっくりこう本当に溶かし込むように合わせていくっていうのは、まあ、それはそれでいいと思うんですが、まあ、酸が食事にこうリズムを与える、まあ、要は食べた後の口を心地よくリセットしていくっていうのが、まあ、一つのまあ鉄則というか基本になるので、本当それこそ昭和、まあ、その40年代とかね、その頃は日本酒にとって酸味は敵というか、酸が出ると良くない酒造りだって言われてたわけですね。それって何でかっていうと、例えばそういう江戸時代とかになって遡ると思うんですけど、要は発酵と腐敗って、まあ、紙一重なわけですよね。不健全な発酵すると、まあ、腐敗するわけだし、いい発酵すると、まあ、僕らが美味しいって感じるものになるわけですよね。だからその昔はその酸が出るとその要は腐造していくんじゃないかとか、悪い方向に発酵するんじゃないかっていうこともあって、酒造りの中では嫌われてたわけですね。で食事もまあそういう純和食みたいなものが主流だったので、そんなに酸も必要じゃなかったと。ただもうここ20年ぐらいは日本酒にも酸があって、酸があることでいろんな料理との相性が良くなるよねということで、どの蔵も割とこう酸というものを重視してね、作ってるなという印象なんですね。だからまあ今日のこの酸が苦手な方におすすめするときに、まあとにかくめちゃくちゃ綺麗な酸が出てる酒をまず飲んでみてもらいたいなと。だからどういった酸で苦手になったか、その生酒のそのはつらつとした酸で苦手になったのか、燗酒系のねすごくこういや熟成酒の強い酸で嫌になったのか、まあ、分かりませんが、まあ、とにかくこう甘みと酸味と香りと、今市場に出回ってる中でも最もバランスがよくねまとまってるお酒の一つだと思うので、まあ、こういったまあ三室杉の純米大吟醸の綺麗な酸の出たものと、なんかズッキーニのカルパッチョみたいな野菜にちょっと塩とオリーブオイルと柑橘絞ったぐらいのその軽い酸をまとったあてとね、こう一緒に食べてもらったり、まあチーズでもいいんですけど、まあ少し野菜だったり、まあ魚だったりね、肉だったりに酸味を加えたようなものと、こういった綺麗に出た酸のものを合わせてもらうと、ああなんか日本酒もやっぱり酸がないとやっぱ食事と合いづらいんだねっていうことをね、まあ気づいていただけるんじゃないかなと。まあというのももう日本酒の酸が苦手っていうと、今後多分日本酒の酸度が減っていく方向には多分いかないと思うので、酸と仲良くお付き合いいただけたらなと思いますので、お試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。